はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はですね、アイデンティティ5の方で、はい、右から、右のページの真ん中の一番左にいる、はい、担当者、ちょっと使っていきたいんですけども、はい、まさかのこのコスチュームが当たるというね、はい、ほら、アイデンティティ5のこれって、やばいじゃないですか、確率。単発で出たんすよ、この担当者が。やばいんじゃねえと思っちゃいます。はい、ということで、一応何回か使ってはいるんですけども、今回担当者を使ってね、サバイバーやっていきたいと思います。まあ、デメリットも全くねえじゃねえかっていうキャラクターなんですけど、まあ、追いかけっこできるし、解読もまあ、間違わなければ早い。ぶっ壊れキャラって言われてるけど、僕はあまり得意ではないような印象があります。で、僕結構逃げることが多かったので、左下で撮ってます。割れ窓理論と、あれですね。味方を助けた時の危機一髪って感じです。まあ、基本僕追いかけっこして、っていうのがいいんですけど、プラス僕がミスらないね。ただまあ、お相手さんのハンターがね、僕のことを追っかけてくれないことが多いんですよね。まあいいや、サバイバーやっていきましょう。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあやっていきましょう。レオの思い出プラスこのコスチュームすーげー派手だよな。まあいいんだけどね。で、今回のサバイバーさんは、僕が担当者、冒険家祭司泥棒でございます。解読役が、まあ、失敗しなければ僕が一番早いかなって感じですね。冒険家さんは、宝探しすると思います。で、祭司さんは追いかけっこもできる救助係といった感じですので、失敗しましたね。これ移動しときますか。まだ敵ハンターが分かってないので、怖いんですよね。一番苦手なのは、白黒よりは芸者の方が苦手かなといったところですが、今のバチッタ、おっと、できてたねー。ちょっとハンター誰か分かんなかったけど、誰がハンターかっていうのはちょっとまあ正直分かりませんが、まあ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 、なんとかなる。下に行ったのは泥棒か？泥棒さん、あれだね、なんか、解読しないのか。おそらくあれ漁ってるわ。何でした？チェスト。工具箱漁ってると思うので、違うね。工具箱漁ってるっていうよりは、OK？ 箱漁ってるんで、まあ、泥棒の能力である、速くなるっていうのを使ってるんでしょうな。お、がっつり音立てていくね。で、一応言い忘れたんですけど、さっきのハンターさんがね、ワープした音が聞こえたので、瞬間移動だと思われます。マジで。今出てった泥棒が近くにいる言ってるから、泥棒さんが追われてると見た。ずっと近くにいるね。ちょっと待ってくれ。近くにいる状態で調整が発生するとな、難しいんだよな。ちょっと待ってくれ。おう、どんまい泥棒。リッパーか、リッパーか、リッパーか。まあ、頑張ろうか。で、泥棒さんは、つけてないね。うん、あれつけてないみたいですので、そうだな。誰が行くかっつうのを、手を貸して早く、ちょっと待ってな。ここ終わらせてから行こうか。それか寸前で止めて、4割救助しておきたいところではありますけど、祭司が行ってくれると嬉しいんだがな。どちらかというと僕苦手なので。OK、行こうか。半分越したんで、9割救助あたりを狙っていきたいところでございますが。どこでしょう。いるな、リッパー。ほい！一発もらうか。OK！ よけ！逃げろー、泥棒！頭かせたぞー、よこしょ。ほい。磁石、磁石、磁石！オッケー。あ、弾いただけだ、弾いただけだ。こ
弾くたびに透明化解除されたら解除されたら嬉しいんですけども、頑張って逃げましょう。追いかけっこキャラではないので、あーそっちから来る、そっちから来る、そっちから来る、あっぷん。ダメですね。いやまあ暗号機あと2個なんで、泥棒冒険家採取が頑張ってくれれば OK。 リッパーマン、初期初リッパーマンか、久しぶりみたいな。だいたい最近のハンターさん、サバイバーは何かしら服持ってるんでね、まあ追加されたてのキャラクターは別ですが OK。 助けてくれ、頼むぞ。冒険家が近くにいるね。あれは多分助けに来てくれる感じだと思いますが、いかがでしょうか。泥棒が回復したんで、多分冒険家と一緒にいたと思うんですが、よろしく冒険家。できることなら、できることなら4割救助。あ、うん、大丈夫か。泥棒が一緒に来てくれてたみたいですね。うん、OK。あ、ごめん、祭司。OK、磁石は吸引したけど、これあれだよな。大丈夫か。あー来てる来てる。これ隠れてての場所バレるんだよな。ふぅ、 OK。 ここは解読終わってるか。だったらここ逃げたいんですけども、後ろまで迫ってるのがわかる。やめてやめてやめて、よいしょい。勘弁してくれ。怖い怖いってばよ。ここ椅子の近く、バカした。よし OK。割れ窓じゃなくて、なんだこれは、室外圏反射使って逃げて、暗号機近くにねえか、暗号機近くにねえか、足を足を足をってなんすか、足を洗うっていうか、あの足を早く、ナイス冒険家じゃねえ、お前誰だ、ボール、泥棒さん、ボーってなんすか、泥棒ナイス。あー、どっちから来るの。勘弁して勘弁して、待って、泥棒泥棒、お前が磁石取ってんじゃねえ。泥棒さん、あんた磁石取っちゃダメだろう。時間稼いで、時間稼いで、そのまま時間稼いでくれ。泥棒、攻撃食らうなよ。あー、ダメでした。まあ、時間は稼いだからいいんじゃないかな。うん、僕はよく頑張ったと思う。泥棒、泥棒、無理しなくていいぞ。3人逃げれば勝ちだ。助けに来てくれるとしたら祭司なんだけど、祭司さんな、遠いような気がするんだよな。どこだ祭司。こんにちは冒険家さん。マジやるね。あ、そうごめん、僕今回あれ持ってきてないんです、すいません。僕今回ね、仲直りじゃないタイプなんで。でも祭司さんのつけるタイミングはナイスでしたね。僕が時間稼ぐから、逃げてくれ。まだついてきてるよな、心臓と腹筋バックンしてるからな。おお、来てる来てる。 OK、 時間は稼ごう。ただ瞬間移動だから気をつけてもらわないとな。ロッカーの中入るか。これで時間を稼ぐで、これでもしロッカーにいるってバレても、向こうがタップする前に、扉開ける前に僕が出ればいいだけ。すんげえ怖えんだけど、このロッカーの中。怖い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 。あ、ワープした。ゲートのどっちかにワープしたけど、ここから近いのはまっすぐ行ったところ。開いてるかね。お相手リッパーが、引き止めるつけてた場合はまずいんですけど、今のところ誰も攻撃受けてないんでいいかな。割といい感じに逃げてる。ああ、開いてねえし。早く逃げて。で、こっちで。開けてくれてる！こいつは4人脱出いけるんちゃいますか？いやー、ごめんね、ロボさん。さっきボロクソ言って。さっきはちょっと、はい、申し訳ないことを。ね、はい。お前が拾ったらダメだろう、とか言って。いや、すいませんな。ありがとう。ありがとうってエモート入れてないからな。ついてきてなんだよな。お、こっち来たぞ。タイミングバッチリ。
ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。